イーグルスレギュラーシーズンの最終戦です。先発のマウンドには今シーズン2桁11勝を勝ちました則本が上がりました。その則本立ち上がりワンアウトランナー2塁ピッチを迎えます。先頭の荻野貴司にヒット、その後中村翔吾が送ってのワンアウトランナー2塁というところ、しかしここは3番のマーティン三振、ツーアウトになりましたけども4番のレアード、これがレフトへのタイムリーツーベース。1回の表マリンズが1点を先制しました。2回の則本のピッチングをご覧いただきます。先頭バッターの安田三振、この回は素晴らしいピッチングを見せます。そして続く岡からも三振、この三振が則本の通算1500奪三振ということになりました。ツーアウト取った後藤岡からも三振を取りました。記念のボードが贈られました則本です。マリン先発小島です。今シーズン2桁10勝マークの小島、その小島から2回ツーアウトランナー3塁チャンスを作りましたけども、今日スタメンの田中和樹セカンドゴロに終わってランナー返せず、3回です。この回は則本がピンチを迎えます。ツーアウトランナー3塁、しかしここはマーティンを空振り三振に取りました。先発の則本は今日は3回1失点でマウンドを降りました。そして2番手4回からルーキーの早川です。ワンアウトから角中のこの渡りライトの岡島好プレー、ルーキーを盛り立てます。ツーアウトになって安田も打ち取ります。3人で終えた早川でした。5回です。小島からこの回ツーアウトランナー3塁1塁、ツーアウトから作ったチャンス、太田がタイムリー、1対1、5回の裏同点に追いつきました。さあそして6回のピッチングをご覧いただきます。この回も早川は素晴らしいピッチングを見せます。荻野、中村と連続三振、ツーアウトになってマーティンも打ち取りました。今日は3イニング投げました早川、パーフェクトピッチングでした。さあその裏です。ツーアウト満塁、勝ち越しのチャンス、これ辰巳でしたけども、辰巳はセカンドフライ、小島が踏ん張りました。1対1でゲームは7回です。西口がマウンドに上がっています。ツーアウトランナー2塁1塁ピッチを迎えましたけども、ここは藤岡を最後ストレート見逃し三振でピンチを出しました。さあそして8回、イーグルスはワンアウトランナー二塁一塁、チャンスで代打小深田、このチャンスで小深田が期待に応えます。ライトへのヒット、小郷が入って2対1、イーグルス8回の裏1点リードとなりました。そして9回、ソン・チャーホーが締めてゲームセット、イーグルスレギュラーシーズン最終戦2対1勝利を飾りました。